はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。今回はファミコンの頑張れゴエモン外伝消えた黄金キセルの実況をやっていこうと思います。このゲームは1990年に、コナミから発売されたゲームなんですけれども、まあゴエモンシリーズといえばね、アクションゲームっていうイメージが強いんですけれども、まあ外伝というだけあってね、このゲームのジャンルは RPG になってますね。で、初見プレイではないんですけれど、まあ結構ね、久々にプレイしますので、まあ忘れてる部分とかね、グダグダになる部分が、まあ多々あると思いますけれども、なんとかね、最後までやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速スタートしていきましょう。始める。文字の速さを選んでくださいと。まあ、早いでいいかな。ゴエモンは長い旅から久しぶりにはぐれ町の我が家に帰ってきた。旅の報告をしようと神棚に向かうと、いつもそこにあるはずの先祖代々家宝の黄金キセルがない、ないないない、どこを探してもない。天下の大泥棒の家に、あ、全然読めませんね。とりあえず家宝のキセルがなくなっちゃいましたよと。早速キセル探しの旅の準備をしているところに、お、仕事人かな。わて、正義の忍者エビス丸っていうもんですわ。わて、困っている人見るとどうしても助けとうなる。全然読めませんね。なんか謎のエビス丸という人が現れましたが、これはオイラの仕事だ。関係ないやつを連れていくわけにはいかねえな。お目目パッチリですね。そんなこと言わんとってえな。わかったわかった。そんなアップで迫ってくるなよ。勝手についてきな。ほんまでっか。お気に。そしたら旅の途中で怪我したら飽きまへんから、一応保険証と、あ、そうそう、歯ブラシと枕と、それとパジャマも。結構マメですね。ゴエモンハン、待ってえな。かくして変な忍者エビス丸を連れてゴエモンは新たなる旅に出かけたわけだがと。全然ストーリーが読めませんね。ということで、まあとりあえず情報収集やっていきましょう。ここははぐれ町デイ。なるほど。あ、そうだ、まずは実家に帰りまして、神棚を調べてみましょう。新米おにぎりですね。まあ、いわゆる回復アイテムが、まあ、手に入りますよと。じゃあ隣の家も行ってみますか。お、誰かいますね。うちのおみつが誘拐されちまったんだよ。ゴエモンさん、どうか助けてくださいな。了解です。おみっちゃんが誘拐されちゃいましたよと。この町娘は黄金のキセルがなくなったんですって。まあどこに行っちゃったんでしょうね。どこに行っちゃったんでしょうね。ここは誰もいませんね。ここの家は、誰かいますね。俺は情報屋のメモスケ。西のカンカラ村に怪しい人影が向かっていきやしたぜ。あ、そうですか。ありがとうございます。西の方にカンカラ村がありますよと。この人はゴエモンさん家に怪しいやつが忍び込んでいるのを見やしたぜ。なるほど。この人がキセルを盗んでっちゃったんでしょうかね。で、ここは確か教会みたいな場所なんですけれども、まあ、特に今は用事がないので、店を出ると。気をつけて行かれよ。ありがとうございます。この辺でしたっけ？違いますね。なんか街の中にあの隠しキャラクターみたいなのがいるんですけれども、まあその辺もね、全部知ってるわけではないですし、まあ忘れてる部分もねありますので、まあできれば回収していきましょうという気持ちでやっていこうと思います。どでか山には化け物がいっぱいいるそうですよ。あ、そうですか。どでか山、手形がないから関所が通れない。ドエス、うん、ドエス。
どこの国の言葉なんでしょうかね。こっから下に行くのかな。裏山の近くに代官屋敷ができたんです。なるほど。とっても広いからちゃんと装備していかないと大変ですよ。そうなんですよね。ここは防具屋さんかな。まあいろいろ売っておりますが、まあとりあえず今はスルー。このサイコロのところはまあ賭博場というか、まあちょっとしたね、スポットなんですけれども、さあこれぞうくんを探せ。3つの壺のどれかにこれぞうくんが入っている。よく壺を見て当てるんだ。じゃあやってみますか。はい。真ん中にいますね、これぞうくん。とりあえず今真ん中。うん、今ちょっと目で追ってるんですが、右かな？うん、いましたね。これぞうくん発見。もうやらないです。いいえ。これぞうくんに会いたくなったらまた来ないよーと。いや、成功してよかった。この町娘は喋りましたっけ。武器と防具は装備しないと宝の持ち腐れですよ。なるほど。ここが武器屋さんですね。では、鋼鉄キセルを早速買っちゃいましょう。意外に武器高いですね。それで、道具、鋼鉄キセルを装備かな。うん、これで OK でしょう。あ、そういえば術。まあ、五右衛門はね、術が使えないんですけれども、恵比寿丸が、リフルっていうね、術が使えるんですけれども、これはまあ、回復できる術ですね。で、まあ、ここは宿って書いてあるんで、まあ、当然宿屋さんでしょう。一晩10両、高いですね。この人は、新しい代官が来て手形を全部持ってっちまったんですよ。なるほど。まあそれで関所が通れないみたいですね。で、なぜかね、ここに電話ボックスがあるんですけれども、リンリン。おお、五右衛門たちではないか。五右衛門が次の位になるには18ポイント必要じゃ。恵比寿丸が次の位になるには20ポイント必要じゃ。結構レベル上げも大変ですね。話がしたければいつでも来るのじゃ。了解です。まあ、ここで次のレベルまで、まあ、いくつですよっていうのを教えてくれるわけですね。底辺デイ、町のアイドルおみっちゃんが誘拐されちまった。うん、そうみたいですね。あったあった、100両とキャラ見っけーと。まあ、こんな感じでね、あっちこっちに隠しキャラクターがあるんですが、まあ全部回収するのはちょっと無理かな。ここには誰もいませんね。とりあえずはぐれ町はこんなもんかな。まあ、ちょっと外出てみますか。で、ここにまあ関所があるんですけれども、まあ、さっきね、町の人が言ってた通り通れないですよね。おうおうおう、手形のないやつは通さないぜーと。うん、通さないぜーと。で、裏山に代官屋敷があるんですけれど、これなんですが、さすがにちょっとね、レベル1で行くわけにはいきませんので、まあ、ちょっと戦ってみますか。銀さん。こんな感じかな。エビスマルはやっぱり攻撃力低いですよね。お、食らいませんでしたね。まあ一応オートバトルがあるんですけどね。ビシバシ行くぜと。この時になんか B ボタン連打してると、たまに2回連続でね、攻撃してくれたりもするんですが。よし。まあとりあえず最初の戦闘は勝てましたよと。まあということでですね、代官屋敷に行くにはちょっとね、レベル上げとか、まあ装備とかをね、整えないといけませんので、
まあ、街の外ならばね、どこでもまあセーブができるんで、まあ、ちょっとね、今回短いですけれども、まあ、とりあえずここでね、一回セーブして、とりあえず今回は終了したいと思います。はい。ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴーゲンでした。